岡県内各地は今日も気温が著しく高くなり、健康被害の恐れがあるとして福岡県に熱中症警戒アラートが発表されました。福岡市早良区の海岸は照りつける日差しの中、少しでも涼を求めようと多くの人たちでにぎわいました。午前11時現在の気温は福岡で 34.5 度、北九州で 34.3 度、太宰府で34度となっています。気温はこの後も上昇するとみられ、福岡では35度の猛暑日になる予想が出ています。熱中症予防の暑さ指数が危険を超える地区が福岡や飯塚、大牟田など県内各地で相次ぎ、福岡県には昨日に引き続き熱中症警戒アラートも発表されました。エアコンなどで室内を涼しくし、こまめな水分補給、塩分補給をするよう呼びかけています。